社会派キョンピです。この曲だって恩恵を受けてるはずなのによく切り込んだな。闇深いなぁ。もともとアメリカの人なんでしょ？社長は。二重国籍か。今日だってもともと違う予定だったのに差し替えでこれやるらしいんですよ。今日本が揺れてるからな。
うぅ、なだましいな。普通じゃなかったんだな。社長だもんな。こんな時間って。多分ね、今日一番注目度の高いトピックじゃないかな。これまとめサイトで知ったんですよ。まとめサイトに載るぐらいには今すごい注目のやつなんじゃないかな。閉ざされたコミュニティでは声上げられないしね。おぞましいな。
結構幅広く手出してんな。これのゴールってどこなんすかね。やってた人亡くなっちゃったし、どう扱われるべきなんだ。亡くなった後じゃないと出てこないってところが恐ろしいよね。本当に口止めというか止められてた。
別事務所の人が意見したり問題起こすだけで干されるっていうとこだからな。影響力がね、もみ消せってたのがすごい。気づくことができたのかってとこだな。証拠なんてなくない？ややこしいな。つまりさ、証拠ない、訴える人はいる、でも容疑者は否定していた、正すことができない、闇だよな。見消されてきたってあるしな。これほんと切り込んだわ。ワンマン体制の闇。でもここってワンマンだったから成功したんだよ。そこもあるわ。
カリスマがあったんだよな。やっぱ上にいる人がちゃんとしてるかちゃんとしてないかも大事なんだよね。ダークな部分持ってる方が売れちゃうっつうのが怖いよな。権力関係、我慢すれば仕事がもらえるっていうのもね、まあウィンウィンみたいな関係に持っていってるのがさ、普通拒否するじゃん。でもメリットがあんのよね、我慢したらっていうがあったっていうのが、なんだろうな、大ごとにされると困るっていう部分につながってくるから怖いわ。つまりそれでいいっていう人が会社もだって傾くしね、これが表になってくると。そこに所属している以上、やっぱり会社を大きくすることに協力するわけだから難しいわね。解決はどこに行くんだ。多分まあまあ やることによってこういうことやっちゃいけないっていうのが浸透してるのは第一。まあ、これで同じような体制のところは動きづらいでしょうね。撲滅が一番だけど。証拠がないからな。第三者の目線で、いや、やってたでしょ、がないからな。お疲れ。愚痴は聞くホットラインある。容認してるようなものを誰が意見できたんですかってとこもあるけどな。どうやって誰が切り込むんだ。これ本人がいないからいるうちに解決はできないからというとこだな。難しい難しいな。